広島で初陣を迎えようとしている東京オリンピック世代のメンバーたちです。いよいよ本格始動となる一戦、相手は U22 コロンビア代表です。ベストなメンバーを揃えてきたと宣言した森保監督、さあいよいよキックオフの時を迎えます。キリンチャレンジカップ2019 U22 日本代表対 U22 コロンビア代表の一戦です。いきなりセットプレーのピンチを迎えているのは日本、ここをしっかりしのぎたいところ。普段もこの広島でゴールを守ります、広島の正守護神でもあります大迫敬介、コパアメリカで A 代表という、まあ、そういったステージも経験しました。壁の位置も確認しました。キッカーは2人、アトエスタが今ボールをセットしています。ロサンゼルス FC に所属している MLS でプレーしている選手です。しっかりと壁を作りました日本代表、どこを狙ってくるか、上を狙ってきた、変わりましたね少しね、コーナーキックになりましたよね、ちょっと清水さん、セットプレーのピンチが続いています。やっぱりあのキッカーやっぱりね、南部の選手前ですからね、はい、ですけどもこういうのもそうなんですけど、全部セカンドボールですよね、まずはね、セカンドボール、はい、ここはショートコーナーを選んでいきました。コーナーキック仕掛けていくのは背番号10のベネデッティ、後ろ回してベラ、そこに堂安が行きます。ここもプレッシャーかけていく、いいカットですねこれね、田中が言っていました。その後久保のところでファールがありました。さあここは最終ラインでコロンビアがボールを回して逆サイドに展開しようというところ、前からプレッシャーをかけています上田綺世、そして久保、さらに左サイドは板倉です。ここは突破させたくないところ、ヨルカでやってる選手だっていうのはだからやれたくないっていうのはあると思いますね。さあその久保、久保上でも読んでいるが倒された、ここでホイッスル、セットプレーのチャンスを久保が獲得しています。今のバンドさん、改めて仕掛けの部分です。ここでまずボールもらうときに、はい、まず本当に一番いいところにトラップを止めて、はい、いいポジショニングで持ってドリブルしてるわけですよね。だから相手がこうファールしないと止められないところにボールを運んでますね。A 代表経験もあります久保、狙っていた壁に当たる、このボールを収めたい、一旦右に叩きます、フォローに行っているのが堂安、これは旗が上がっています、オフサイドです。1年最初苦しんだが、この半年でエルモンドや課題も見えたというふうに話をしました。ああやって前からフォワードがあの追うと、はい、後ろの選手も分かりやすいですからね、その辺り背中で示すところもあるかもしれません。ボールが入ってくる、危ない場面、いやー、止められない、決まってしまった、日本失点1対0、先制ゴールはコロンビア代表。あの人数は、ね、足りてたんですよ今ね、2人しかあのコロンビアの選手ボックスなんか最初いなかったんですよね、はい、人数いますよ ね、 そ, うですね、そのこぼれ球のところですね、1人競り合って、うん、ここで競り合って、このこぼれ球ですよね、そうですね、ですからやっぱりこセカンドボール、さすが後半だと繋がっていく堂安にボールが通る、クロス入ってくる、これはゴールキーパーエステバン・ルイス、ただ一つ左で清水さん形を作りました、うん、あの今意思の疎通できてましたよね、どうかなと思うとパーンと長い球、こういう球がペッと入ってます、はい、さあ抜けてくるのはラミレス、オフサイドはありません、ラミレス中にはマルケスがいる、そのマルケス越えて右足振り抜いた、どこを変えていくのかという話になるのか、長いスローイング入ってきた、危ないシーンとなりました日本、決定的だ、少し自分がうまくいかないとき、ミスが増えるときに本当に消極的になってしまうんですよね、はい、さあここも突破していこうというのはコロンビア、前にはマルケスがいるが叩いてラミレス、ラミレス左足、2点目を決めたのはコロンビア、日本失点、追いかける点差が2点に広がっています。もう今のも完全に振られちゃってますから、いやそうですね、こう最終ラインがどやっぱこう当たるではなく下がっていっちゃってますよね、ずるずるというかね、うやっぱりこう遅れちゃってますからね、丁寧につなげていけるか、久保預けてワンタッチ流す、ここでフリーキックを獲得しています。やはりこの辺り久保のドリブルは清水さん脅威ということですね、まあまず取られませんしねこれはね、
ですから彼をなるべくそのボックスの近くでプレーさせるというようなね、はい、ことですよ。チャンスの生かし方になるか。直接狙った、うん、落ちなかったですね。なかなか今のところ突破口というかね、はい、後半の頭から小川が入り、そして先ほど三好と原が入りました。まだ20分ちょっとあるんで、はい、まだ1点返せばどうなるかも分かんないんで、そうですね、まあ、ここからですよね、本当全然、はい、フォーメーションもご覧の通り、まあ、おそらく 4-2-3-1 もしくは変形の 4-4-2 というようなシステムでこの時間帯は戦っている日本。オリンピック世代の若き侍ブルーの戦い、追いかける展開ではあります。ああいうところですよね。あそこで負けちゃうとこれがね、というふうにこの世代のことを話をしていました。まあ、選手がうまく揃えば4枚になることもあるかもしれないというふうにも言っていますが、これ危ないところ、ボールはライン割っていない、ゴール前アグデールにボールが入る、板倉が寄せていた、いやさあもう一度ピッチしなきゃいけないところ、ボール、もう一度コロンビアが抑え直します。アグデーロ中預けていく、誰がここ守りに行くのか、プレスをかけていきます。ここは中山、出なきゃダメですよこれ。そして田中も守備に行きます。この辺はやっぱりしっかりしてますよね、はい、ボールコントロール、これね全くボールを失いません。いや危ないところ、板倉から長いボール菅原へ、胸で落とす、堂安がフォローに行っていますが、堂安中山へ、中山から預けて久保、久保ペナルティエリアの中には入ってきました。何をするか、堂安がすぐ横にはいたんですが、前を見て堂安へ、小川反応した、中山、さあ逆サイド、原から三好、ホイッスル割りません。さあ原、ファーサイド菅原、ここが入っていく、シュート丸は持ち込めない、原、堂安へ、久保、ここはつながっていく、堂安倒れているが、そのままプレーは続いていきます。久保、また2人に囲まれる、パスを出した、堂安、堂安、右足、ルイスが止めた、決定的だったですね、ちょっとジャストミートできなかったか。利き足じゃなかったのはあるけども、ただやはりこの堂安と久保、この2人で崩してますよね。ここの連携は本当に武器になります、最高ですね。もう今自分たちがやるしかないって、もう2人でやろうっていう感じでも攻めていきましたからね、はい、言葉を交わすまでもなく何か呼吸のようなもので感じ取っていました。ここボールを刈り取れたか、堂安、うん、早いチェックが来ているが、この辺はでも予選のやっぱ早いですね。そうですね、これ、うん、もうナイスもんね。パス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 の2人間を通した、よく見ていた、小川動いていた、さあ小川チャンスだ、小川攻撃、ポストに当たった、この球はどうだ、決めきれない、絶好のチャンス、最高のパスを出しましたけどね、今ね。そうですね、堂安ですね、ここからですよ、最高のパスでしたね。いや、もうちょっと触ってますね、キーパーも、はい、ある程度積極的にこう、いやミランダすごい、うまく止めたい、うん、シュートは枠の上、イメージで終わるわけにはいきませんからね、はい、さあセットプレーチャンス、中央倒れてる選手がいます。こぼれたボール競っていく、ホイッスルはありません。田中、こういうところはね、こうやってしつこくずっとこう体つけていきますよね、はい、ですから自由に最後のプレーできないわけですよね、はい、やっぱりこれはやっぱりやらなきゃダメですよね。そしてここもホイッスルはありません。その左の久保、上がっていくのは原輝樹、西野へ、多分もうツートップ気味にしてると思いますよ、はい、これね。久保どうする、うん、突破するか、久保こぼれたボール、旗が上がっています。旗はまた下ろしました、流した、レフリーが流してましたからね、はい、勝田、右の菅原から前に出して、さあ中には前田と小川、うん、ここに行けるかどうか、菅原はどうする、シュート狙う、原はすでに上がっている、その原、メシノがフォローに来ている、そのメシノのところパスがずれました。
ここで試合終了。